経済産業省は関西電力、中部電力未来図、中国電力、九州電力および九電未来エナジーの電力5社に対し電気事業法に基づく業務改善命令を出しました各社は電力販売をめぐり営業情報などを長期にわたって共有し競争を制限するカルテルを結んでいたとされています。 今年、電力大手に対して業務改善命令が出るのは顧客情報の不正閲覧問題に続き2度目です。